はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、本日のギターはこちらでございます。ギブソンのカスタムショップ製になります。ダブですね。サイドバックがメープルというね、もうギブソンの中の一応アコースティックで最高峰ですわね。まず見てください。これ2015年製なんですけど、カムさんちょっとトップ舐めるように来てください。まあ綺麗です。一応ね、さっき細かく見たんですけど、傷がねないですね。少なくとも私確認できませんでした。はい、フレットも減りなし、ネックステレート。はい、後ろ見て、ほらメイプルのトラ目がまた綺麗に出てますよね。ほんと綺麗で、ネックの方もカメラずっと見て、ネックのトラ目もまた素晴らしい。こちらがギブソンカスタムショップと入っております。金属のペグもね、くすみがなく本当に状態が良いです。サイドね、サイドもほら綺麗、問題もないですね。本当に2015年ということで、まあ前のオーナーさん買ってそんな使わなかったみたいですね。フロットも減ってないしね、すごい綺麗。この辺もピック傷もないのでほとんど引いてないですよ。でこれピック傷でこの絵がね消えたりする場合もあるんですけど、全く問題ないです。ちょっと音聞いてください。綺麗な音ですね。キラリとピック使って、ああ綺麗な、キラキラする。あ、低音もくるね。お腹にきますよ。お腹にズンズンくる。いやー、いい音するわ。気になるね、サイズチェックをしてみましょう。弦高6弦の12フレット上で約ですけど 2.2 か3引く。弦はいつものようにエリクサーのカスタムショップです。あ、カスタムってね、カスタムライトね、カスタムショップ製ね。ナット幅が約ですけど 44.5 かな、 44.5 ミリで、握りがね薄いんですけど、こうかまぼこというよりちょっとこう段になってるとこ、ね、台形というかっていう感じです。まあ台形までいかないけどね、かまぼこと台形のちょっと中間ぐらいかな。薄めです。弾きやすいです。いや、状態いいよね。メープルってやっぱりスコーンとなんていうの、反応のいい音でね、こう。ロックとかにも全然あるね。かといって繊細な音もね、すごく。電気通してみよう。LR バックスのピックアップついてます。ボリュームとトーンがついて、あー、ナチュラルな素直な音だね。かけてないんですけど、自然なこうナチュラルリバーブというか、いいな。ちょっと逆にリバーブかけてみようかな。あ、これはこれでちょっとライブハウス的な、これでちょっと弾いてみよう。切りますね。いや、めっちゃいい。僕個人的にね、やっぱりギブソンのアコギったらダブが一番いいような気がするな。ルックスもいいしね、まあ、正直こうでかいから嫌だっていう人もいるんですよ。もちろん最近やっぱりエリック・クラプトンのねトリプルローがいいとかいう人ももちろんいるんだけど、生音、まあ、今電気通してますけど、ちょっと生音ね、やっぱでかい方がいいよね。ここのなんちゅうの空気量ってあるんですかね。素晴らしい。さあこちらの当然純正のねハードケースが当然ついております。こちら、はいね、ギブソン中見てみましょうか。本当使ってないんで綺麗でしょ。ほらめちゃくちゃ綺麗。当時の書類とかもついておりますので、もちろんこちらのこういったものがねシリアル番号が入ったものが入っております。さあこちら2015年製ね、今本当にもうギブソンのこの辺の高級アコースティックギター新品もお高くなっております。お値段がなんとこの状態で2015年で本当状態文句ないと思います。何の文句ないな。程度もいいし、新品買おうかなと思ってた人ね、ギブソンの J45 もいいしね、ハミングバードもいいでしょう。もうちょっと頑張ってこれでも新品が高いからねと思ってたでしょ。中古なら買います。お値段がなんと税別で24万8,000円です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。